はい。皆様、こんばんは。竹千代です。今日も夜の手帳タイムと行きたいところなんですけれども、えー、いよいよもってですね、明日新しい M6 の手帳が来ます。ただ、あのー、M6 のね、手帳の中身をどうやって使おうか、どうしようかっていうのを全然決めてないので、ちょっと今日の動画は、私がただただ手帳会議する様子を垂れ流します。で <laughs>、ね、そんな動画あんのかいって話だけど、 なんであのそいつもどいつもみたいにねめちゃくちゃ喋ったりはしないんですけれどもただただなんかこうやってなんか手帳の中身を決めてるよっていうねものだけちょっとお伝えできればなと思います。まあ今こっち紙用意したのはバイブルサイズのリフィルなんですけどアシフフォードののの横式のリフィルですねあの考える物事を考える時とかって私どっちかっていうとやっぱ縦よりも横のね こっちの広がりがある方が何だろう脳みその展開図がうまくいくような感じがしてだい,たいなんか物事を考える時は横に使ったりすることが多いです。ということで今日は横式のリーフを使っていきたいと思います。いやーどうしようなんかさ普通にさ M6 の今苗使ってた M6 のこの中身 についてはこのグレイリオのフラップの中に全部一応入ってはいるんですけどただ全部はいらないだろうっていうことでなんか厳選したりあとなんか厳選してちょい足ししたりしいろいろやりたいんですよね。なんかなんかないかなあんまりさなんか役割がかぶっちゃうと絶対使わなくなっちゃうから。 いいいや本当一元化できるんだったらそれで全然いいんですよ。だから今のところねイルブテロに一元化できるから別にいいんだけどただねたまにこうやってさ M6 使いたくなったりとかするとさまあ2冊使いになっちゃうんだよね。M6 のシステム手帳の中身と。 ちなみに今この万年筆はプラチナのセンチュリーのコース一番あの極太なやつですねめちゃめちゃ太いやつですなんでインクの濃淡がめとっても綺麗に見えます中に入ってるインクこれ何だったっけなラミーのクリスタルインクのアマゾナイトかな多分そうだった気がするちょっと詳しくは分からんヘムロのシステム手帳の中身どうするか問題ね どうしようかな？まあ、これ考える上であれなのよね。ちょっとここからもうあのごめんなさい。独り言に入りますね。まあ、いつもいつもさ。そんな独り言を言いながらっていうわけじゃないんだけど、とりあえずなんか声に出して耳で聞いて頭で考えて誤感をフル活用してちょっと考えたいと思います。m6 のシステム手帳の中身どうするか問題でまずあれだね。 バイブルサイズにとりあえず何が入ってるのかを書き出してバイブルサイズ何が入ってるのかを書き出してからそっからさ別にバイブルサイズの手帳に入れなくてもええやろみたいなやつを引いていきゃいいんだなよし筆ペン筆立ちサインペン いやーもうこんなさいやでもさ人の手帳会議ってちょっと気になるよねどうやって決めてるのか私は気になるんですけど皆さんどうでしょうかちょっと本日ねここに注意書き書いとこう本日は手帳会議です手帳会議動画ですいつもみたいには喋りません マンスリーあとウィークリーいやぶっちゃけさ別にマンスリーなんかほんといらないんだよなたださなんかやっぱり毎年毎年さ出ると買っちゃうのよねマンスリーとかってさしかも今両方あれじゃないアシュフォードのさタブ付きのマンスリーじゃないミニ6で使うとしてもほらウィークリーがねちょっと待ってウィークリーこれ何書いてたっけな まるで何書いてるか覚えてないあこっちのウィークリーあれだわ感謝リフィルだわ感謝リフィルっていうのはんか今日のありがとうみたいなことを書く書き連ねるやつですねそれはノックスのリフィルを使っております週刊レフトのでマンスリー・ワッシュォードのリフィル使ってんな でで、あとはデイリーこっちもアッシュフォードのを使ってかつその間にいろいろなねリフィルで日記とか雑記書いてるあんまり喋らねえって言ったくせにずっと独り言言ってんな待ってマンスリーウィークリーデイリーでしょあと何ああ 血圧…記録系のリフィルね記録系のリフィル血圧食事記録あるね食事血圧と食事それだけかいやでもこう考えてみるとパーフェクトだな、ま、バイブルのこの中身全然これでいいんだよな ただそこに M6 って何のために存在するんわし何のために買ったんやっぱり持ち歩きよね。M6。やっぱ持ち歩き。持ち歩くっていうことは、これは一番大事よね。やっぱ持ち歩くっていう要素。 なんかそう考えるとさあまりにもイルブテロ好きだからイルブテロのミニ6でも良かった気がするけどただなただ私ミニ6で1 3ミリって多分すぐなんかいっぱいになってあかんような気がするからいいんだいいんだよいいんだいいんじゃいいんじゃ M6 持ち歩く持ち歩きたいものってなんだリフィルで 持ち歩きたいものうん名言系とか名言名言リフィル名言とかあとなんだろう元気になる言葉とかあと読み返したい言葉とりあえずそれを一冊で暇つぶしができるような感じがいいよね読み えーと元気になる言葉何読みって元気になる言葉あとあ読み返したくそうだ読み返したくなるって書こうと思ったんだ読み返したくなる金言だなどんなジャンルであれ もうそうなるとさ、マジで、あの文庫でさ、物語系のリフィル出てくんないかななんかどこか出版社の、出版社作ってよ。<laughs> 前なんかバイブルサイドだと谷川俊太郎さんのなんか、えっ、ー、と、ものが、リフィルあったような気がするんですけど、バイブルはね、ミニ録がいいんだよな。どうにかなんで、ね、まあ、自分で印刷しようと思えば印刷できるんだろうけど、いや いやーなんか懐かしいなと思ったのはさ昔高校の時あの友達がさテスト勉強の時ってさ教科書持ち帰らなきゃいけないじゃないですか一応勉強するから家ででそれをさ教科書をめちゃくちゃその一冊一冊さ国語と数学と理科社会英語とか全部持ち帰るのあれだからって言ってテスト範囲のさ教科書をそのさページ全部切ってさそのページだけ持ち帰ってたなマジ猛者だよあの子。 超最高。<laughs> ちなみにそのことは今でもめっちゃ仲いいです <laughs>。超懐かしい。なんか高校の時にさ、なんか高1の時は結構なんていうの、校則がすげえルーズだったんで、バチクソにメイクしていったんですけど、私はね、その時、あの、なんか垂れ目が流行ってて、で、アイラインバチコンやって、で、その時からピアスバーって入れたから、ピアスしてって、 で友達はねなんか目目の周り囲んで囲みのメイクやってたからずっとだから友達はアブリル・ラビーンって呼んでた <laughs> でも昔ねそういうねメイクが流行ったなんか囲み目で私も漏れなく囲み目でしたでつけまとかさマジ2枚重ねとかささすがになんか学校にはつけまやっていってない気がしないこともないけどあの時やばかったな ピアスめっちゃ取られたないやピアスやっていく方がアホなんですけど高速緩かったの本当にいやこんな話してたらあれだわちょっと待ってこんな日常の話いいのよ M6 を持ち歩く何があったらいいんだ何があると便利なのかなあ鉄道とか鉄道のあの地図地図系のリフィルはいるね地図系リフィルはいるわ だからそうなってくるとさ、別に M6 の中に日記なんかいらねえんだよな、持ち歩くって考えると。あ、ごめんなんかすげえ、独り言だとさ、言葉がすげえ汚くなるわ。<laughs> やめて、フェアリーちゃん戻ってこい。フェアリー竹町戻ってこい。よし、えー、地図系リフィルでしょ。あとなんだろう。あとなんだろう。メモ帳は必要だな。なんかメモ的なメモ帳的なやつ。いや、でもさ、メモ帳的なやつはさ、 あれなのよ、このプロッターのさ、これ持ってきゃいいんだよね、リフィルメモパッド。メモ帳的なやつは、プロッターのリフィルメモパッドがあれば全然 OK。を持ってって、あ、あでもリスト的なやつね、欲しいものリストとか、欲しいものリスト、行きたいところリスト、あ,あ、 あれだなちょっと待ってなんかえーとねバイク関連のなんか雑誌のさ切り抜きとかを持ち歩きたいわなんか眺めたいもんバイク関連の生地もうそうなってくるとやっぱりあれじゃんリング剣 13mm じゃ絶対足りねえな気遣関連の記事を集めとくまあこうやってさ生地集めとくってなるとさ本当はなんかバイブルとか英語サイズの手順が一番いいんだけど いや、まあそこら辺はいい、いいやいいや。ミニ六でいいよ。ミニ六でいい。それで繰り返し見よう。そうな。あと何だろう。あ、持ち歩く。あ、ライテック的なやつ。ライテック的な記事とか、あと文章。それはもう自分で書き写したりしてもいいわ。うーんとね、いや、バイク。 あ、これはいいかもね。これはめちゃくちゃいいぞ。いやでもこれさ、欲しいものリスト行きたいところリスト、プラスで、プラスで、なんか、ここら辺の手に入れた時のビジョンを妄想するリフィル妄想するリフィルとか入れたら、結構なあ紙の枚数になるんじゃないのか。 だから日記的なものってそんなにいらないのかないやむしろちょっと待って感謝系のリフィルはあれだわえー、っとああそうだラミーのあれだ太字のやつ仕事で使ってるからあれだ仕事職場だちょっと待ってくれなんか色違い色色付きの色付きのペンあるかいないんかい 本当にこんなにペンがあってあもう鉛筆でいいやよいしょこれもラミーですねラミーのスクリブルめっちゃよっめっちゃかっこよくねちょっと芯出しすぎたかな <laughs> よし待ってこのさえー、ッシュフォードアッシュフォードじゃなくて この感謝リフィルはもう移動しちまおう。これはミニ6でいいよ。やっぱりなんか持ち歩いてる手帳に関してはちょっと何て言うのその読んだ時にほっこりしたりとかなんか笑顔になれるようなものが欲しいからそうなるとあれだねやっぱバイブルから移動した方がいいわ。これは M6 にしよう。でもここら辺はあれだなもう全部。血圧とかああ食事。 血圧はいらんけどこれはバイオリンでこ食事は M6 だなその方がいいよねだってなんか外出の時とか M6 の手帳持っていくんだろうしいやいよいよ持ってなんかすげえ独り言になってきたなまあいいぞいいぞいいぞちょっと待って糖分入れよう いや,やっぱスクリブルかっけーなてかほんとラミーのさ筆記具ってマジでかっこいいよねほんと大好き超好きだわあだからその私ねいろんな筆記具がありますがダントツでラミーが多いですねラミーパイロットが多いかなでラミーはダントツパイロットが次 セーラーとブラチナは結構どっこいどっこいみたいな感じですね本数的にはうん今さあのシステム手帳スタイルのボリューム六。 この号はね結構そのユーザーさんのどうやって使ってるかみたいなものが結構載ってたりするのでちょっとそれを参考にね今皆さん何を書いてるんだろうっつうことで見てます、はああでもあれだねスケッチジャーナル的なやつもいいなあそうなってくると M5 でスケッチジャーナルすればいいんじゃないあ,あそうだね M5 でスケッチジャーナル M5 でスケッチジャーナル あの、いいリフィルあったよね。バインデックスだっけジャーナル。なんか、絵日記リフィルあったぞ。またれん。絵日記ではないけどさ、このね、バインデックスバイノルティのマイクロゴールド、これもう見て。めっちゃ、この点が、点金になってるんですけど、これ良くないノーリステ帳。あ、これ900円もしたんだ。<laughs> でも50枚も入ってるわ。小口本金上げ このさ、いいよね、これ、スケッチジャーナルで。うわっ、ちょっと待って、そういう楽しいのよくない今度買う手帳も楽しい見た目だし。いいね。ちょっと待って、これは絶対にやろう。いや、いやもうこうなってくると、もうだんだん固まってきたぞ。これ、1日さ、1ページ的な感じでやればいいんだよね。1日1枚。あ、これ、絶対おもろいやつやん。 ちょっと待って M6 愛せるこの中身愛せるえー、っといやほんとはさこれさめっちゃ中身を見せながらさ喋りたいけどさもうそれはもう買って <laughs> めちゃくちゃいいぞシステム手帳スタイルはやっぱ手書きっていいよねああ食事記録を写真付きでただまあ 食事のさ、写真、写真なんか撮らずに一口目いっちまうかんな。あーいいね。ネイル、ネイルやってねえからな。あー血圧と体重を折れ線グラフで。なるほどな。でも体重の管理は食事の記録にやってるから、それはいいや。 そうなんか食事の記録はねあの毎日食べたものをあのー、いろいろ記録しております。まあ、レコーディングダイエットとかさ別にダイエットしてるわけじゃないんですけどあのなんか自分がさやっぱ何を食べた時にどうなるかとかそういうねいろいろ調べるのが好きなのでそれあれ,あれなのよ食事記録をつけながらさコーヒーも抜いたたのよそしたら肌,肌が良くなったのよ。<laughs> あ、マネー。あ、マネーいいかもね。ちょっと待って、マネーはいいぞ。そう考えるとさ、M6 のさ、マネー管理のリフィル買えばよかったんじゃねえのかえー、っと、マネー管理ね。管理ぐらい漢字で書けや。わら。マネー管理。ええー、ぞ。この中身いいぞ。 人生で一回ぐらいフランクリンプランナー使っとか使ってみてえなぁ。<laughs> 向井さんのさすがの <laughs>。アシュフォードのね、向井さんの手帳の見開きが載ってるんですけど、いろいろ書いてあるね。大変そうだななんかさ、あれなんだよね。スケジュール系のリフィルとか、時間軸がついてるリフィルとかあるじゃないですか。 私あ,、まあんまりねそんな時間に追われて生活してないからさ書くことがないのよねああウィッシュリストかああウィッシュリストウィッシュリストでもバイブルに書いたんだよなバイブルに書いたけどでもそれはそれでちょっと待ってバイブルで書いたけど M6 は M6 でなんか欲しいぞ ウィッシュリスト的なやつもうちょっと引くこのくらいの方がいいかあとなんだわーなんかさ普通にさもうさなんか人のさ手帳見るの超好きだからさよいええななるほどねー いやーなるほどっていうのが多いんじゃ、マジで。あ、ちょっと待って、Google のさ、Google Earth でさ、旅する ?Google Earth で旅して、その土地の感想とか書いてみるちょっと待って、これは別にどっちでもいいから、Google Earth で遊ぶ。えー、っと、あとは、 あと小日向さんの字が好き。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗っていうかなんか、可愛い綺麗。綺麗可愛いなんかさ、そのさ、文字、人のさ、手書きの字っていいよね。いやー、織塚さんのこのキャンプのさ、キャンプ用品を手帳に入れるってすごすぎるでしょ。いや、今お見せできないのが残念にならないんですけど、ポッケにさ、 米入ってんのよ <laughs> もうさすがすぎるその下にさ小日向さんが網入れてっからさ魚く <laughs> システム手帳最強やん下でなんか落としたなあ楽しいあ推しの写真は絶対入れとこうちょっと待ってちょっと待ってこれ一番重要だわ一番重要だからえっ、ー、とね しあそれこそあれだわ推しのシールこもうそれこそあれよこの間のさビビのさハイタニ兄弟入れなきゃハイタニ入れよううーわ最高じゃんちょっと待ってビジョンやばいんだけどそういつもね一人でなんかこう,こうやってね 一人でぶち上がってます。いつも手帳回帰の時。なんかこう中身がさ、出来上がっていくんじゃん。そうするとさ、なんか想像でさ、あ、こういう中身になって、このページをめくったらこうなってって、今頭の中で構築してるんですけど、それを持ってる自分を想像するだけでめっちゃ枠どきだわ。うわー愛せるマジで、この手帳。愛せるぞ。軽率に愛っていう <laughs>。このぐらいだろうか あ、そうだ、ロディアのさ、この酸欠のやつも欲しかったんだよね。でもこれは多分 Amazon に売ってたな。おそらく。そしてミニョンのこの手帳の素晴らしさ。いやー、ブレイリオのモルビドも可愛いよね。このミニゴのさ、イブリッドめっちゃ可愛いよね。超可愛い。ちょっと調べて、あのミニゴのイブリットっていうものがあるんですけど、手帳とジップタイプのポケットが一つになった、財布として使えるような、えー、システム手帳になってるんですけれども、めっちゃ可愛いから。 毎回、洞爺行くたびに、買いそうになるから。そして、モルビトってさ、あのー、お値段がちょうどいいんだよね。あ、でもミニゴあれだわ。1万9800円だ。<laughs> でも財布買うと思えばね、別にそんぐらいいっか。そして、川越屋さんのこの手帳ね、川越屋さんの手帳もね、いつか欲しいですよね。それで、あれよん。私さ、このネオフィナードのさ、M5 のダブルボック、ダブル。 ウォレットジャケットめっちゃ欲しかったんよね病でなくなったわまた復活してくれんかなめっちゃ可愛いのよあのこれも調べてネオフィナードの M5 ダブルボレットジャケットっていうのがあったんだけどそれ長澤限定のねものだったんで関東では多分ついでを見ないまま終わったんだけどでもこの間ねイベントの時にねそれ購入しましたっていう方がいたなオンラインでオンラインだったかどうか忘れちまったけどあーオリーブレザーのミニゴムいいな ちょっと待ってこんなことしてるとさあれい時間が過ぎていくからちょっと待って決まったんだねまずバイブルロこうしてで m m 5じゃなくて m 6ねとりあえず今日出したのは名言元気になる言葉金言を入れとくまそれは自分の手書きでいいっすわ手書きで極力まあ綺麗な字で書いてもなんでもいいし普通に ワープロちワーワプロだって普通に打ってもいいや。であと地図系のリフィルでしょ。これはまあ鉄道とかのあのリフィルですね。私が一番好きなやつ入れて。あとメモ帳的なやつはプロッターのリフィルメモパッドを入れる。あと欲しいものリスト、行きたいことリストを書いた上であの本当にそれが欲しいのか、本当に行きたいのかっていうのを精査するために妄想リフィルとかも書こう。あとバイク関連の記事を集めておくのと、ライティック関係。 連はこれ同じくくりであとやりたいのは M5 でスケッチジャーナル1日1枚とあと Google Earth でねちょっと遊びたいっていうのもあるねでも Google Earth わしもう iPhone もう容量がなさすぎてアプリ入れられないからこれは iPad でやろう あとウィッシュリスト的なやつねあと推しのシール入ったりねよし決まったんじゃね皆さんありがとうございますなんかさ30分前まではさ「M6」の中身どうしようかってずもうめちゃくちゃ悩んでたんだけど決まりましたわということで明日そのシステム手帳が来るのでまた開封動画を撮りますではまた明日よろしくお願いいたしますではお付き合いいただきありがとうございました手帳会議の動画でしたではバイチャー